コラーゲンゲル包埋培養法についてご説明いたします。ここではコラーゲンゲル培養キットを使用いたします。各試薬は使用直前まで十分に冷却してください。はじめにベースレイヤーを作成いたします。 A 液、B 液、C 液を8対1対1の割合で混合します。試薬混合用に大きめの容器を準備します。小さい容器を使用すると混合の際に気泡が入りやすいので注意が必要です。ここでは 50ml の遠心チューブを使用いたします。まず A 液をゆっくり加えます。次に B 液をゆっくりと加えます。最後に C 液をゆっくり加えます。泡立たないように繰り返しゆっくり混合します。混合液を培養機材に移します。ここでは35ミリのディッシュを使用いたしますので、ディッシュ1枚につき1から 1.5 ミリリットルの混合液を加えます。37度の CO2 インキュベーター中で20分ほど静置します。ベースレイヤーの完成です。次に細胞包埋コラーゲンゲルを作成いたします。先ほどと同様に A 液、B 液、C 液を8対1対1の割合で混合します。必要な細胞数を培養液に検索しておき、混合液に加えます。この時添加する培養液の量はできる限り少なくしてください。ゲル強度の低下につながります。ゆっくりと十分に混合した後、混合液をベースレイヤー上に添加いたします。ここでは35ミリのディッシュを使用しておりますので、ディッシュ1枚につき2ミリリットルの混合液を加えます。37度の CO2 インキュベーター中で20分ほど静置します。細胞包埋ゲルの完成です。栄養供給のためゲルの上から培養液を加えて細胞培養を開始してください。セルマトリックスタイプ 1A を使用することで非常に透明度の高いゲルを作成することができます。細胞組織の培養および観察に大変適しておりますので、ぜひ一度お試しください。以上、コラーゲンゲル包埋培養法についてご説明いたしました。